サッカー地域リーグの地域分け日本におけるサッカーの地域リーグは日本のサッカーリーグの一つで日本全国を旧地域に分けて地域内の第一種登録チームが対戦し成績を競うものである日本サッカー協会加盟団体関係団体である各地域のサッカー協会社会人サッカー協会が主催し各リーグの実行組織が主催主管する 地域単位での社会人カテゴリーにおけるサッカーリーグとしては1965年に日本初のサッカー全国リーグである日本サッカーリーグが誕生した翌年の1966年に東海地区と近畿地区で1967年に関東地区で開始されたのを行使とする当初地域単位のリーグはこの3地区しかなく JSL への昇格は全国社会人 サッカー選手権大会上位チームとの入れ替え戦により行われていたが、前者の出場枠は競技者人口の多い大都市圏を中心に設定され、関東の6枠から東北の1枠まで地域ごとのばらつきが大きかった。後に1973年から75年にかけて北新越、中国、九州で地域単位のリーグが発足すると、 地域リーグの代表が JSL との入れ替えに臨むよう、レギュレーションが改められることになり、1977年に東北都市国で、1978年に北海道で発足している。参加にあたっては、全国社会人、サッカー連盟もしくはその参加団体に加盟することが、要件となっていることが多く、もともとは、実業団とノンプロのクラブチームが、 リーグメンバーの中心であり、各リーグの名称は近年まで全て地域名、社会人、サッカーリーグとなっていたが、近年では大学サッカー部セカンドチームや J リーグ加盟を目指すクラブの参入なども増えていることから、社会人の冠を外し、地域名、サッカーリーグとするところが増えている。現在、東北、東海を除く全てがこの形式に解消している。 現在の日本サッカーのリーグ構成においては、アマチュアリーグの最高峰である日本フットボールリーグと各都道府県のサッカー協会が主催、主管する都道府県リーグの間に位置しており、日本サッカーのリーグ構成全体で見た場合には、アマチュアの上から2から3番目に位置する。リーグ編成、大会方式は、例えば九州リーグでは各試合の終了時に同点の場合、 勝敗決定の PK 戦を行う完全決着方式を導入するなど地域ごとに若干異なっている各地域リーグの多くが4月から10月にかけてリーグ戦を戦い優勝チームが11月に開催される全国地域サッカーチャンピオンズリーグに出場するリーグ戦の間にはリーグ戦終了後に開催される全国社会人サッカー選手権大会の各地域の予選 各都道府県の天皇杯予選が行われ、リーグ戦終了後に全社が開催され、地域リーグで成績上位だったチームが、同大会での成績上位かつ JFL への参入意志を持つ場合には、地域 CL への参加資格を得る。地域 CL で上位に入ると、翌年の JFL に昇格することになる。ありがとうございます。